トウモロコシを収穫するバスツアーがあり、親子が採れたての味を楽しみました。佐伯市に本社を置くスーパー丸宮ストアが夏休みを特別企画に開催していて、今年で3回目です。大分市と佐伯市からバスに乗ってやってきた合わせて120人の親子が、竹田市菅生の宇野農場でスイートコーンの菅甘コーンを手で取っていきました。こっち、やったー。糖度は18度以上。子どもたちはその場でかじりつきました。甘い。丸宮ストアでは、店舗で出た食品ロスを堆肥にして農家に提供する取り組みも行っていて、多くの人に環境への取り組みや、採れたて野菜の美味しさを知ってほしいと話しています。